今日さずっと家おってさ、なんかずっと家おったらさ頭痛くなってくるやんか。だからちょっと夜に散歩しようと思って今散歩してます。そんな感じの日ですね。超ゴツゴツのさこのユニクロのダウン着て歩いてるからもうめっちゃ今汗やばい。水滴やばない、このテッカテカ。こんな格好で散歩行ってるな。てか聞いてきますわ。私ぐらいのお姉さんが一緒のエレベーターをおって、エレベーターでお姉さんが後ろに入れてくれたから、あ、私の方が上なんやろなと思ってチーンってなって、もうなんかお互い出えへんから、ああ一緒の階やったんやってなって、あすいませんって出て行ってさ、ほんじゃさエレベーター出た瞬間に同棲してはるんやな、カップルさんだよな、彼氏さんがさドア開けてすごいこうはぁみたいな感じで待っててさっき出ていたら私やったからさ、あ、ごめんなさいと思って、すいませんみたいな感じでさ、取っていったっていう、めっちゃ気まずかった。でもよくよく考えたら私何も悪くないやんな。で、そんなもう全力でそんな言うのに待つなよみたいな。私何も悪くないよな。よいしょ。この洗い物たちなんじゃらほいって感じなんだ。これはさっき私が食べたマンゴーですね。昨日友達が泊まりに来てくれってなったらすごい高額やんな、これ。ちゃんとお花を置いてるんです、この家。唯一の、決しておしゃれ部屋とは言われへん、もう。何このここら辺、もう実家みたいな感じだと思うんですけど。唯一ここはちょっとおしゃれかもって言いそうな感じのところがちゃんとお花を置いてるってことです。批判するとき、大阪に帰ってきたときになんか泊まりっていいみたいな感じで声が出てくれて、ぜひもうぜひ来てみたいな感じで、その子しか私の家泊まりに行けへんな。なんか友達みんな怖がってる、絶対動画見て怯えてるよな、あんな家絶対行けたくないみたいな、何出てくるか分からへんみたいな感じで思われてんの。何も出てこないですよ、ほんまに。一緒に晩ご飯作って食べよう言うて、友達その料理作る子やから、じゃあなんか料理教えて言うて、かぼちゃのボイルサラダと長芋の唐揚げみたいなの作って、カプレーゼみたいなの作って、大人でしょうちらみたいな。え、今度一回さ、私の家泊まりに来たらこんな感じですよみたいな感じの、そういうおもてなしおばちゃんしようかな。まず見て、ここはもうドリンク作れるコーナーにいっぱいお酒とかジュースがあるのとかいっぱいありますからね。バーみたいな感じで楽しめるんですよね。で、ソーダストリームもありますから、炭酸もパッと作れますよ。魅力そこだけしかなかった。じゃあちょっと私の家がまあおしゃれですよっていうのをちょっと紹介したいと思います。どんな紹介ねって感じですけど、あーちょっと待って、一輪だけチューリップ、なんかどんだけこうバレー言うても失っちゃってねんの。チューリップを最近買いました。はい、お花を最近ちょっと継続的にずっと買っております。ちょっとお花を買ったらなんかちょっと気分が上がるってことをちょっと学びました。映るんですよ、私は小6の売り場に行ったぶりぐらいに映るんですよ買ったんですけど、これ楽しいなってなって、最近よく人と会うときに、それこそライブ行くときとか旅行行くときとか、そういうときに持って行って友達とかご飯を取って、ちょっと後で現像するの楽しみやなと思っております。3枚やん。全然関係ないんですけど、去年初めて京都のカフェ巡りみたいな出してもらって、足がちょっといろいろ乗ってるんですけど、私さこういう撮影初めてやったからさ、めっちゃ美味しいカフェ屋さんでさ、それほんまに美味しそうみたいな感じのえ、大丈夫、楽しんでるみたいな顔してない、力みすぎて精進料理食べますみたいなさ。これ越しにこれしよう。私まつげをいつもウォータープルーフつけるからさ、ウォータープルーフのこのね解毒剤みたいな感じのさ、あれやしないとね取れないんですよね。今日締め切りの課題があったんですよ。今日どうしても絶対出さなあかんから、力んで準備して化粧して、で服着替えてさあ行くぞってなった時に、今日めっちゃ寒いなってなって、今この家におる状態でこんだけ寒いってことは絶対今日外めっちゃ寒いやんってなって、そういう時ってすごい言い訳つけていけん自分に、まあ、で普通にでも外でやんでもいいよなってなって言って、あもうなんかええわってなって、結局家でやったんですよね。終わって夜になって鏡見て、なんで今日メイクしたんかなってお風呂ってさ、入るまでくっそだるいけどさ、入ったらいいよな。なんか風呂を自動にしてんのにな、なんか止まらへんねんな、この水量が。だから今日すごい満パンまでお湯入れちゃった。お正月にさ、私チェーンソーマンにめっちゃハマって、ネットフリックスでアニメ見て、あ、おもろーってなって、そっから続きを見たーってなって、チェーンソーマンの漫画読んでんねんけど、私漫画とか普段あんまそんなに読まんくてさ、なんかハマったらすごいブワーってハマっちゃう人やねんか。唯一今までハマったのが、進撃ぐらいしかないんですけど、チェーンソーマンめっちゃハマってんな。最新刊を待って待って待って仕方がないっていうぐらい。だからよくお風呂で最近漫画読んでます。作品とか見てすごいなってなった時にさ、今のこの時代のこの世界に生まれてきてよかった、ありがとうみたいな感じの気持ちになれへん。チェーンソーマンを読みたいと思います。アレクサストップ。アレクサと友達すぎてさ、ずっと一日音楽流して、アレクサストップ、アレクサ何をかけてとかってずっと言ってるフラガリにパックします。パックはこの VT のデイリースージングマスクってやつです。
ですね。もうこれ 3,4 箱ぐらいツーも使ってんねんな。めっちゃ薬用っぽい感じです。ハーブっぽい匂いするやんか。私毎日パックいろいろ使ってるんですけど、この VT のやつはちょっと自分の顔がなんか赤み出てきて、ちょっとなんか荒れ始めてんなっていう時に結構使いますね。女子の日が近いからかな、なんか最近ちょっと肌の調子悪いな。あれよな、そういうのな。あとパックってこの目元開いてるやん。ってことでこのマイルドアイクリームも使ってますね。アイクリーム自体私最近初めてこうやって使い始めてんけど、なんかよう考えたらさ、まぶたって毎日メイクとかしてアイシャドウとか塗ってそれこそ落としたりするのに、なんか全然何も塗ってへんかったと思う。たまにさ、なんかそのめっちゃ化粧のり悪いやんとかと思う時あんねんけど、こうやってアイクリーム塗り始めてからな、ちょっと変わった気する、その化粧のりとかも。てか最近部屋の配置をちょっと変えてみたんですよ。ベッドの位置変わってるくない？ちょっとあれここら辺なんか家見えてないですよ。何も、もうめっちゃ怖い話なんですけど、ごめんな、ちょっと夜やけど、ちょっとめっちゃ怖い話させてもらっていい？あのクローゼットにもう服が入らんくなってきて、服の山場になってんねんけど、マジこっから棒出てくるんちゃうっていうぐらい。しかももっと怖い話していい？もうあの夜中に見てる人おったらごめん、ちょっと家で一人とかで見てる人とごめんごめんやけど、ちょっとホラーの怖い話させてもらいます。あのこの子に置いてる服、なんとこの秋冬に買った服たちだけなんですよ。うわバリ怖いやろ。まあ実際この下に段ボールとか置いてて、あの余分やから捨てようと思ってる服とかもあって、その上に今年買った服が山積みになってるから、正味そのそのあのそのこっから上しか服はないんですけど、はい、もう山積みになってますね。ちょっと深夜に見てもらってる方からちょっとこういう話してすみません、ちょっとありますけど、心入った日は絶対にこうやってオイルとか塗ってドライヤーするから、まあ偉いんかなちゃんとそこだけはしてんな。明日の自分がめんどくさいやんな。てかドライヤーってさ、あんまあれなし、下からこうやってしたらあかんねんって知ってた？美容師さんに言われて初めて知ってんけど、毛先が分かれちゃうねんって。なんかそれ全然知らんくて、そっから銭湯とか行って、みんなどうやってこうドライヤーしてんやと思って、みんなちゃんとこうやってしよう。あ、みんな結構、あ、知ってるんやそれとかと思ってんけど、ちょ見てほら、ここほうれい線できてない？もうマイルドアイクリームここにもこうやってして最近塗ってます。怖いねんけど、あんまもう笑わんとこかな。笑ったらほうれい線できると思う。これからずっと動画来ないんだから。今日は料理作っていきたいと思います。もう目バキーンってもう決まったような顔して、今日は最近やったこと話したと思うんですけどあとこれ食い物とかにもいいねって。食い物よくよく見てる、ここら辺のシワやばいよな。今日は VT のこの PR なんですけど、これは今回初めて使ってみたんですけど、でさっき紹介したこのパックがもうめっちゃもう1年間めっちゃ使って、でこれも私めっちゃ好きなやつなんですけど、トナーパッドもめっちゃおすすめで、私これ朝に使っててもう3箱ぐらい使ってるんですけど、朝は絶対トナーパッドしか使わんっていうぐらい朝洗顔しない派なんですけど、まずデコボコの方でこうやって拭き取って、その後この裏のサラサラの方で撫でる感じで拭き取って、その後化粧するんですけど、角質とかオフしてきめ細かくしてくれるらしいんですけど、寝てる間にそんなにいっぱいゴミついたんっていうぐらい顔のゴミがごっそり取れるし、自分で自分にゴミいっぱいするみたいな感じで見てくれるな鹿ってなんか鎮静成分とからしいから、肌が敏感になってる時とかに鹿めっちゃいいやなと思う。このマスクもアットコスメのベスコスを取ってらしくて、でこのトナーパッドも去年のベスコスを受賞したらしいです。この緑のトラマークみたいなのがすごい有名と思うんですけど、最近マジで家の近くのコンビニのパックとか置いてんもんな。もうすぐさ9点の目代わりあるやんか、目代わりの限定セットとかでなんかいろいろ入ったやつがあるらしいから、春の9点なんかいろいろ買おうと思うんですけど、 VT のこれもまた買ってみようと思いますね。このさ今さベッドのさ配置がさ、ソファーあってそのすぐ横がベッドなんですよ。だからここからテレビ見るやん、あれは高くなってきたな、じゃあもうこっち行って、はい、こうしましょうみたいな。あ、これしとかな。肩こりがやばいって話を動画で前した時に DM でこれめっちゃいいんでって教えてもらった、なんか小豆のなんかそういうあれ巻くやつらしいんだけど、1分半電子レンジでチンしていつもそういう巻いて寝てんね。1分半待ってる間に足のちょっと女子力のあるコーナー、時計回ってないの映える、かわいない、全然可愛くないよ。このキャンドルにこれでやってんのなんか全然可愛らしくないな。いただき物とかルームスプレーとかいろいろ置いてますね。あと本ですね、もらものの本とか、繊細さんの本っていうのを読んでんのめっちゃバレるやん。でこれ最近ずっと読んでるやつ、ずっと秋から読んでるやつできた。これマジでめっちゃいいねんな。なんやかんやお風呂とかってさ、ここまではぬくもってるけど、ここから上ぬくもってないってなったら、自分的に一番ガチガチなここら辺が温めてないわけなんですよ。てか暑くてそんなにここまで入られへん、自分でなんか繊細です私言ってみたいな感じ恥ずかしいんだけどさ、めっちゃ気にしいな性格やね。だから人がそこは気にするでしょっていうところを全然気にしない。で人が
こんなところ全然気にせえへん、考えすぎやでって言われるようなところをめっちゃもうマジで考えすぎて気にしちゃうみたいな感じやから、勝手に考えて勝手に落ち込んで勝手に気づかれすんなーっていう時に本屋さんで買ったやつです。この本も傲慢と善良っていう本を、これまだ半分しか読んでない、知ってるこれ、私秋のナイトルーティンこれ読んでますって言ってのっけたんだけど、これそっからまだ半分しか読んでないです。あんま活字が得意じゃないんですよね。急にブワー読み始めたらもう1ヶ月全然読まないです。でまた急にブワー読み始めてまたもう1ヶ月読まないです。でよくこういうスプレーを振って寝てます。毛布持ってないのか、なんか寒いなって思って来客用と思って買った布団を2つ重ねて、あの毛布みたいにしてこうやって寝てます。全部恥ずかしいねんけど、なんかもう今このあずきのこれを首に巻いて寝てます。おばあちゃんみたい。いつもさ、いつも大体ちゃんとさ、動画撮ってバイバイって消すの。一回私が、マジで動画のこれをさんとガチ寝したの終わってる動画ある話と、なんか見てみて私の何百本ってある動画で一本だけバイバイっても言わんと、もうそのまま喋って途中でってなって爆睡してやったんで気絶してよかったら見てみてください。バイバイありがとう。